様々方法で現地の言葉を広めるために、伝統芸術センターは第1回の全国台湾オペラコンテストを開催しました。オンラインの上海セレクションと決勝を通じて、一般市民が積極的に参加できます。総賞金は350万台湾ドルにもなります。伝統芸術センターのチェンユイ所長は、台湾オペラは美しい歌声と古典的な話し言葉を持っていると語った。将来、 街頭や路地で台湾オペラを歌うのが好きな人が現れることを願っている。2023全国歌比コンテストを通して台湾の伝統芸能である台湾オペラが生活の一部になることを期待すると文化部長も記者会見で支持を表明しました。 歌仔戏，我们希望它能够向下扎根，那也为我们台湾真正源自于我们台湾的传统艺术，变成我们的主流艺术。台湾台湾台湾 舞踊そして多くの民族芸能が融合し、台湾で生まれ育った文化であり、それを次の世代に引き継いでいくためには、関係者全員の努力が必要です。今日から4月30日まで、60から90秒の台本を用意し、スマートフォンで動画を撮影し、オンラインで登録するだけです。